1950年っていうことでいくと、まあ、やっぱり高度成長期がちょうど、まあ、終わりかけというか、終盤っていう状況だと思うんですけど、まあ、ガラスっていう素材そのものを考えたときに、やっぱりその、清潔であるとか、ツルツルすべすべしてる、まあ、非常に衛生的で無臭であるというような感じ、まあ、そういったその健康性であるとか、まあ、光の時代、あるいはそのエネルギーを、まあ、潤沢に、まあ、石炭からこう石油に移っていくっていうような時代背景からいくと、まあ、エネルギーの時代でもあるような、まあ、その時代をこう映すその象徴として、そのガラスっていう素材が、なんとなくこう大衆化していったんじゃないかっていうような、イメージを、まあ、受けました。はい。まあ、ガラスって一概に、まあ、窓だけではないとは思うんですけれども、やっぱりその外と内をどのように関係づけるかという役割を持っている気がしていて、で、その時にこう、家で内側と外側の関係ってすごく重要なものだし、住み方に影響を及ぼすもので、まあ、波平さんだったとしても、そこはこう意識せざるを得ないっていう。もともと日本の家屋ってそんなに囲まれてなくて、結構スケスケなはずなんだけど、50年代ぐらいまあ、戦後になってくると、一回まずプライバシーっていうものが多分輸入されてというか、皆さんが意識して、で、いわゆる文化的な住宅っていうのに住み始めて、で、そこにさらにガラス張りっていうのが被さってくると、せっかく獲得したこのプライバシーっていうのが逆にこう、危機にさらされるみたいな、この感じっていうのにみんな、なんか、ワクワクしながらもちょっとハラハラするみたいなね。だから、そのこう、ギリギリの際がやっぱり象徴的に現れるのが、プライバシーとパブリックの関係とガラスの関係っていう、なんか、こう、普遍的な問題になっていて、もしかしたらモダン建築、モダニズムのアイコンを超えて、その何か、もっと人間、社会の普遍に切り込んでしまっているようなところもあるのかもしれないですよね。そういえば自分自身も設計でガラスの 家やってたなって思ったりもして、例えば桃山ハウスっていう住宅は、家自体の外壁はかなりの大部分ガラスなんですけれども、周りの部分がこう塀に囲まれていたっていうこともあって、むしろもうあらかじめこう囲まれてプライバシーが確保されているっていう前提で、そのガラスをあえて活用しているところがあったりして、ガラス単体で扱うか、こうガラスと何かを組み合わせて、関係性を作っていくかっていうことによってもいろいろ可能性があるんだろうなと思いました。確かにガラス単体でどうこうということの、まあ、技術革新ももちろんあると思いますし、なんか面白さはずっとあるんだけども、それだけでもないよなっていうのが、これからの時代の建築のなんか面白さかもしれないです。生活環境全体の中でのガラスの役割みたいなものとして、もっと総体として捉えるっていうのが可能性としてあるような気がしますね。そういうプリミティブなガラスの持つ可能性である一方で、その、まあ、ガラス自体が今、じゃあ、今現在形で、その、どう使うかっていう実質的な話になると、やっぱり環境性みたいな話もあったりして、その、単純にその、まあ、プライバシーとパブリックを分けるとかっていう、その、機能的な枠組み以上に、その環境性みたいなものをどういうふうにガラスがこう担保できるのかみたいな、まあ、ちょっとその設計の中での実務的な課題もあったりなんかして、まあ、そのあたりとの、そのバランスというか、その、まあ、先ほどそのガラスっていう素材が時代をこう象徴するんじゃないかっていうこともお伝えしたんですけど、何かその今持つガラスの役割っていうものと、じゃあ今後その未来社会っていうテーマである中でどういう役割を持ちうるのかっていうのは、まあ非常に興味ありますし、その、じゃあ、藤本さんおっしゃるように、今をこう乗り越えるなんか新しいあり方みたいなもので何かつながるっていうのは、何かちょっとコンペでも、今回のコンペでも、ちょっと皆さんに提示していただいて見てみたいなっていうところもありますね。やっぱりガラスを使ってて、どうしても超えられないなって思う壁というか、やっぱりあのガラスがすごく、こう、ビジュアルには
透明なんだけども、空間としてはめちゃめちゃこうクローズドされてるっていう、うん、あの感じがなんともこう息苦しい時ありますよね。はい、だからガラス的なるものっていうのが、まあ、もっとこう呼吸をするような、あるいは空気が行き交うようなものとして現れてくれると、うん、まあ、もはやそれはガラスじゃないのかもしれないんだけど、でもまあガラスという、こう、そのものの延長としてあってくれると、随分変わってくる気がするし、うん、今まさにおっしゃっていただいた、その環境っていう意味でもね、なんか、外と中をこう切断するっていう時代から、どう、つなげ関係づけていくかっていう時代に多分今なっていますよね、うん、でガラスっていうのの関係づけ方っていうのはやっぱり20世紀はちょっと画一的すぎたような気がしていて、それをまあ建築側の工夫でいろいろなこう関係性を作るということもできるんだろうし、ガラスっていうもののこうテクノロジーのその先に新しい、こう、中と外のつながり方みたいなものを見据えていくっていうのもありえそうですよね。まあ、ガラスは透明っていうことで、なんかこう、一括りにされてると思うんですけど、その透明さにも多分いろいろな、透明さの中にも多様性があって、なんかそれもだんだんガラスの種類も、ガラスと一言に言っても多様化していて、高透過のものだったり反射を抑えていたりとか通さないとか、なんか透明さの中にもいろいろな質が生まれてきている気もしますし、なんかそのガラスイコール透明って一括りにされてしまうことをもう少し解像度を上げてみたりとか、考え直すことでなんか新しい発見があったりするかもな。住宅とか家っていうものの枠組みのちょっと外側から見たときにちょっと感じてるのが、家族とかの枠組みではもう抱えきれる課題がまあ非常にあって、社会的な課題、まあ、そういったものをこう、まあ、公共性も含めてその様々なこうネットワークの中で支え合ったりとか、まあ、緩やかなつながりをこう求められているような、まあ、時代であって、もうもはやその家っていう枠組みが象徴する何かっていうのが単独では成り立たないっていうのが、まあ、実感としてもある中で、この未来社会のこう切り開くっていう、まさにその切り開くっていう観点だと思うんですけど、その新しいその緩やかなつながりの中のこの密度みたいなものをどう取り扱うかっていうのは非常に私としてもこう興味がある対象ですね。多分家に限らずいろんなあらゆる建築の用途っていうのが、もともとはね、まあ、近代に入ったところで、とりあえず用途を整理しとこうかっていう感じで、機能主義っていうことに最後は結実していったと思うんですけど、そこでのこう、なんか整理整頓が、まあ割と大雑把だったんだろうなっていう気がしますよね。で、まさに多様性の時代に入ってきて、しかもコロナも経て、その働く場所とか住む場所とかっていうのが、そう簡単にはこう表せないような状況になってきたときに、で、家族の形ももちろん変わってきているっていうときに、じゃあ住む場所、まあ家というか住む場所というか、まあ、生活環境全般ですよね。そういうものをどういうふうに捉えるかっていうのは、本当にまさにこれからの時代の大きな、まあ、課題でもあるし、面白いところですよね。はい、血縁にも縛られず、もしかしたら遅延にも縛られず、同じ時間にいるっていうことにも縛られずっていう風に、いろいろなことに縛られずに、家っていう場所を何らか共有するとしたら、本当何をもって家族と呼ぶかっていう定義もそれぞれだと思いますし、もしかしてその定義がすごく面白ければ、それによって新しい家のあり方っていうのも設定できるかもしれないし、今回のやっぱテーマがその単にこう未来のガラスの家ってわけではなくて、未来社会ってついてるのは一つこう
まあ、ちょっと面白いポイントかなと個人的には思ってて、その社会っていうキーワードが入ってるっていうポイント、まあ、先ほどの中川さんの、遅延にも縛られない、こう家族にも縛られないあり方みたいな話もありますが、あくまでその単なるこう家ではなくて、そのある種の社会性を持ったこう家のありよう、それがそのまあ未来の、まあ、ある種のこう明るい未来を見据えたようなアイデアが出てきていただけると、まあ、非常にそういったところを期待したいなと思ってます。ニースが、まあ、やっぱりガラスの家っていうことで、ニースのガラスの家が一つ、こう、まあ、歴史の中の、こう、重要なポイントとしてあって、で、あれが、こう、結実させた近代社会みたいなもの、それから近代の、あるいは近代ですね、の素材と、近代社会と、それから空間と、建築っていうのが、なんか見事に結実をして、で、ただ、そこからかなり時間が経った時に、社会状況やテクノロジーも変わってきた時に、じゃあ、あれをどう、こう、自分の中で消化して、で、これからのまさに時代だからこその、建築と社会の在り方を問うっていう、すごく野心的で面白い、やっぱりコンペだ、テーマになってると思うんですね。なので、まあ、自由な発想を持ちながら、やっぱり社会への眼差し、それから時代への眼差し、それから、その中で建築っていうのが、どういう、こう、役割、あるいは意味を持つか、という深い眼差しを、こう、保護者の皆さんの中で磨いてですね。で、応募してくれると、ものすごくエキサイティングな、まあ時代をこう画するような提案が生まれてくる可能性があるんじゃないかなと思ってます。すごく期待しています。未来を切り開くって、あえてテーマの中に言っていて、なんか、今知っている価値観というよりも、近代をこう乗り越えて、これからこうあってほしいとか、こうあるべきなんじゃないかって、なんか未来を予言するような提案に期待したいなって思っていますし、まあ、藤本さんが審査委員長ということもあって、すごく野心的な 皆さん、こう、遠くに遠投するような提案をしてほしいなというふうに思っています。